SNS で知り合ったんだってな。なんで？それで、会ってすぐ関係を持って、今までずっと独身のふりして付き合ってたんだよな。世の中、何があるかわからない。しかも、ふとしたことがきっかけになるものだ。100% なんて、まず滅多にない。だから、嘘はいつかバレる。不倫はその最たるものだろう。俺とカズサが知り合ったのは3年前。友人数人といった居酒屋で、隣のテーブルに女性グループがいた。調子のいい一人の友人が声をかけ、一緒に飲むことになったわけだが、そこで意気投合したのがカズサだった。スタイルもよく美人。俺たちは多分内心では、みんなカズサを狙っていたと思う。しかし、俺はその水面下の戦いに勝利し、カズサと交際を始めたのだ。カズサは、いい言い方をすれば、とても身なりに気を使う女性だった。買い物に付き合うと、両手いっぱいに荷物を持たされる。どうして女性は、あんなにも洋服が必要なのだろう。毎回デートには違う洋服を着てくるが、そういうものなのだろうか。とはいえ、28歳という年齢、そして2歳年下のカズサの結婚願望が強かったことから、交際半年ほどで結婚した。明るく、モデルのようなカズサを実家に連れ帰った時は、父も母も大喜び。妹に至っては、大丈夫？あんな美人、騙されてない？と言ってきたほどだ。大丈夫。結婚したがってるのはカズサの方だ。そう言って得意げに語ってしまった。父と母は早く孫の顔が見たいと言っていたが、カズサはしばらくは二人の生活を、と望んだ。すぐにも子供が欲しかったが、確かに子供ができてしまえば、新婚気分を味わう余裕などない。とりあえず一年はお預けということで納得した。結婚と同時に新しいマンションに引っ越した。郊外のマンションは静かで、ここならば子供ができても子育てしやすいだろうと選んだのだ。俺はあくまでも将来子供が生まれたらということを前提で決めていった。しかしカズサはどうも独身時代の気分が抜けないのか、専業主婦になったのをいいことに連日友人と遊び歩いているようだった。最低限食事と洗濯はしてくれるが、もともと片付けが苦手だったこともあり、部屋は散らかり放題。帰宅後俺がさっと片付けるのが習慣になってしまった。家事は分担してやるつもりではいたが、次第にカズサは夜も友人と飲みに行くようになり、俺の夕飯はコンビニ弁当という日が増えていった。遊び歩くなとは言わないよ。でも、ちょっと多すぎないか？そんなことないわよ。独身の頃に比べたら激減よ。そうかもしれないけど、疲れて帰ってきて掃除してコンビニ弁当食うのはちょっとな。今のコンビニはお弁当も美味しいでしょ？そうだけど、そういうことを言ってるんじゃなくてさ。家の中にばかりいたら老け込んじゃうわよ。ヒロシはそれでもいいの？それは嫌だけどさ。じゃあ、今夜も出かけてくるからよろしくね。カズサは一向に自分のペースを崩そうとはしなかった。俺は結婚したら家庭優先にするつもりで、できるだけ残業しないように心がけていたのだが、家に帰っても待っているのは家事だけ。となると、つい残業を選ぶようになっていった。そんな俺に声をかけてきたのは、部署の後輩である相川だ。ヒロシさん、今日も残業ですか？ああ、まだちょっと仕事残っててな。新婚さんなのに、奥さんに怒られますよ。あいつは友達と飲み歩いてるよ。へえ、美人って評判の奥さんは、友達も多いんですかね。さあな、言っても聞かないし、それなら早く帰っても仕方ないだろ。独身の俺の夢を壊すようなこと言わないでくださいよ。悪い悪い。世の中の奥さんはそこまで飲み歩かないから平気だよ。
相川は仕事もできるし愛想もいい。誰とでもすぐ打ち解ける。俺にもよく懐いてくれていて、会社ではよく話もする。相川はまだ残ってていいのか？彼女との約束とかないのか？この後待ち合わせしてます。じゃあ早く行ってやれよ。待たせて怒らせるんじゃないぞ。でもまだあと少し。どうせ俺はまだ帰らないから、ついでにやっておくよ。本当ですか？恩に来ます。そう言って、相川は急いで彼女の元へ向かった。俺にもあんな頃があったのになぁと思いながら、相川の背中を見送った。翌日、相川は朝から上機嫌だった。ひろしさん、昨日はありがとうございました。いいんだよ。いつもとはいかないけど、変われる時は変わってやるよ。いい先輩を持って、俺は幸せです。大げさだな。彼女は怒らせなくて済んだか？ちょっと遅れたんで、洋服買わされちゃいました。とんだ出費だな。いい子なので、いつか結婚できたらなって思ってます。じゃあ先行投資か、ほどほどにしとけよ。わかってますって。かつての俺と重なる。俺もよくカズサにいろいろねだられた。惚れた弱みだから仕方がないのだが。それからしばらくして会社の飲み会があり、偶然相川と隣の席になった。今日は相川ののろけ話でも聞くか、そう思って話を振ってみた。どうだ？彼女とはうまくいってるか？バッチリです。相性いいんで。相性は大事だからな。性格もあっちの方もバッチリです。じゃあ、結婚してもうまくいきそうだな。この前、ちらっと結婚をちらつかせてみたんですよ。進展してるじゃないか。でも、もうちょっと待ってほしいって言われてしまって、理由はわかんないですけどね。二股かけられてるとかじゃないよな。まさか、彼女美人なんだけど、その辺は信頼してるんで。信頼か。人は見かけによらないし、自分の知らない一面が見えてくるのが結婚というものだ。で、どこでその彼女と知り合ったんだ？ SNS ですよ。今時の若者って感じだな。何度かやりとりして会おうってなって、お酒飲んでそのまま、みたいな感じですかね。初めて会った時からそういう関係になったのか？まあそうですけど、出会い方は人それぞれじゃないですか。そうだよな。会ってすぐか。俺ならいきなりそんなことはしないし、そもそもそういう女はごめんだ。見ますか？彼女の写真。いいのか？見せてもらおうじゃないか。本当は見せて自慢したいのだろう。写りがいいのを探しているようで、相川はスマホを見ながらにやけている。これなんか綺麗に写ってますよ。そう言って見せてくれた相川の彼女の写真。え？そこに写っていたのはカズサだ。間違いなくカズサだ。着ている洋服にも見覚えがある。これは先週の週末に会った時のやつなので、最新の写真です。自慢げな相川だが、俺の頭は混乱していた。相川はカズサと付き合っていて、しかも結婚しようとしている？先週の週末といえば、例のごとくカズサは友達と飲みに行くと言って、帰宅は深夜だった。相川と会っていたのか？じゃあ、頻繁に夜出かけていたのも、相川と会っていたということなのだろうか。写真を SNS に上げることは NG って彼女に言われてるんで、誰にも見せたことなかったんですよ。相川はそう言った。カズサは単に不倫がバレるのを恐れていただけだろう。それはもったいないな。こんなに美人なら見せびらかしたいだろうに。俺は引きつりながら相川に言った。そうなんですよ。俺がいつでも見てやるぞ。本当ですか？自慢できる場がよほど嬉しかったのか、
相川は俺と二人だけのグループラインを作り、そこにどんどん写真を投稿していった。見るのは俺だけ。そう思っているから遠慮なくキス写真まで投稿してきた。二人でベッドに横たわる写真まである。俺ならいくら相手を自慢したくてもこんな写真までは見せないのだが。それから俺はカズサが外出する日と相川がデートだと言っていた日をチェックするようになった。会っているのはだいたい週に二度。二人を問い詰めるのは簡単だ。山のように写真があるから。しかし俺はまだ泳がせる気でいた。言い逃れできないようにしなければいけない。日曜、俺はカズサを誘った。今日どこか行かないか。いい天気だぞ。たまの休みくらいゆっくりしていればいいじゃない。最近どこにも出かけてないじゃないか。そうだけど。行ってみたいレストランがあるんだ。わかった。じゃあ今日はそこに行ってみましょうか。カズサとのデートプランは練ってある。レストランの後はアクセサリーショップ、そして北欧の雑貨屋だ。これらすべてカズサが相川と行った店。さあカズサはどんな顔をするだろう。レストランに到着すると、ここ？とカズサが聞いてきた。うん、結構おしゃれだろ。一度来てみたかったんだ。カズサは来たことあるのか？うん、初めてよ。まあそう言うよな。しかし嘘はすぐバレる。初めて来たという割にメニュー選びが早い。普段なら迷いに迷って決めるのに一瞬で決めてしまった。珍しいな。もう決まったのか？ああ、ええ。美味しそうなのを見つけたから。どれも美味しそうで決められない。いつもならそう言って時間をかけていたのに。じゃあ、俺も同じのにしようかな。カズサは今、どんな気持ちで料理を食べているのだろう。何を考えているのだろう。食事を終え、会計を済ませると。次はどこに行くの？と、カズサが聞いてきた。カズサが好きそうな店を2軒ばかり探しておいたんだ。本当？嬉しい。早く連れて行ってよ。カズサはレストランの件を早く忘れたいのか、俺をせかした。着いたのは大通りから細い路地に入った場所にあるアクセサリーショップ。俺なら絶対に気づかない場所にある。そもそも女性のためにアクセサリーショップを探すなんてこと自体したことがない。ほら、ここ。カズサ、こういう店好きだろ？カズサの顔がこわばっている。あれ？好みじゃなかったかな？そんなことないわ。素敵ね。無理やり言葉をひねり出していた。じゃあ、入って見てみようか。狭い店内に、カズサ好みのアクセサリーが所狭しと並んでいる。奥から店主が出てきた。あら、いらっしゃい。店主は親しげにカズサに挨拶をした。俺は聞こえないふりをして窓の外を眺めていた。こそこそとカズサが店主と何やら話している。大方の予想はつく。初めて来た体にしてくれとか頼んでいるんだろう。振り向くと店主はニコニコしながら立っていた。さすがだ。接客業の鏡だな。彼女に似合いそうなものを選んでもらえますか？そう言うと、店主は小ぶりなネックレスを選んだ。こちらなら、彼女さんにお似合いだと思いますよ。そう言って、カズサの胸に当てている。ほんとだ。これなら妻に似合いそうです。そう言うと、一瞬店主の表情が変わったのを俺は見逃さなかった。あら、奥様でしたか。そうなんですよ。去年結婚しました。それはそれは、新婚さんでいらしたんですね。相川の話では、この店はお気に入りで、相川と何度も来ているらしかった。残念ながらもう来ることはできないな。俺は笑いをこらえるのに必死だった。じゃあ、
次の店に行ってみようか。ええ。明らかに機嫌が悪い。どうした？そのネックレス、よく似合ってるぞ。そう？ありがとう。カズサはそう言いながらも、心ここにあらずだ。何か感づいただろうか。それならそれで構わないのだが。最後、ここだよ。カズサは北欧雑貨にはまってるし、好きそうだなと思ったんだ。あれ、ここ知ってた？うん、初めてよ。もはやカズサは青ざめている。俺はそんなカズサを無視して先に店に入っていった。案の定、店内には見慣れた雑貨がいくつもある。この店で買ったであろうものが俺の家にあるのだ。気分が悪いことこの上ないが、ぐっと我慢した。遅れて入ってきたカズサは、店主に気づかれないようにするためだろう。ずっと壁際の商品ばかり見ている。これでは面白くない。家にあるものの数を照らし合わせても、もう何度も相川と来ているはずだ。カズサ、これなんてどうだ？俺はわざと大きな声でカズサを呼んだ。さすがに聞こえないふりはできないだろう。そして、俺の声に気づいた店主も近寄ってきた。そちら、先日入荷したばかりの新作なんですよ。優しそうな店主が説明を始めた。カズサは顔を上げないまま、俺の後ろで話を聞いている。いかがですか？素敵ですね。妻が気に入ったら買っていこうかな。そうですか。奥様、どうですか？こちらのグラス。店主はそういったところで言葉を飲んでしまった。さっきの店と同じだ。店主は明らかに戸惑っている様子ではあったが、すぐに笑顔になった。この切り替えがなければ、接客業は務まらないもんな。まあ、いい話のネタができたと思っているのかもしれない。これで感づいてくれればいい。だとして、その後、俺はどうするべきなのか。カズサが不倫をしていた事実は消せない。しかも、相川は完全にカズサが独身だと思って付き合っている。言ってみれば、相川も被害者なのだ。俺と、可愛い後輩である相川を騙し続けられると思っているのだろうか。ある日、相川にこれまで疑問に思っていたことをぶつけてみた。なあ、彼女にはお前がどこの会社に勤めているとか言ったことはあるのか？え？ああ、話してないですよ。そうなのか？ SNS から始まったこともあって、お互いのことをよく知らないまま付き合い始めちゃったんで。そういうの怖くないか？相手の気持ちが重要じゃないですか。そこそこいい会社に勤めてるって分かって、それ目当てで来られても困るんで。言っていることには一理あるような気もするが。結婚したいって言ってたよな。親には話したのか？ああ、俺の親には会ってますよ。なんだって？なんてことだ。俺と結婚しているのに、他の男の親にまで会うなんて。これじゃ、結婚詐欺じゃないか。うちの親も気に入ってくれてて。でもまだ、相手のご両親には都合が合わなくて会えてないんですよ。ああ、その日は来ないんだよ。これは、早めに打ち明けるべきだ。これ以上、相川を傷つけてはいけない。不倫の証拠写真だってもう十分だろう。そう思っていた矢先、出社すると相川がいない。女性社員に聞くと、入院したとのことだった。なんか、良くない病気が見つかったとかで。歯切れの悪い物言いに嫌な予感がした。見舞いに行こうかとも思ったが、病室で相川の親に会うのも気が引ける。それに、もしカズサが見舞いに来ていたら？病室で騒ぎを起こしたくない。迷惑がかかる。相川が入院して以来、カズサの夜遊びはパタリとなくなった。やはり、と思う一方、これで終わりになるなら、
もしかしたらやり直せるんじゃないかとも思った。今回は知らなかったことにして、相川とこのまま全てを終わらせてくれればと。甘いと思われるかもしれない。しかし、離婚だけが解決方法ではないと思ったのだ。生涯を共にするつもりで結婚した。その時の気持ちを、俺はまだ忘れられずにいた。当の上総はというと、毎日浮かない表情だった。ため息が多くなり、俺の話も上の空といった感じだ。相川の穴を埋められないのだろう。入院して3ヶ月、相川は亡くなった。話によると、以前からあまり体調は良くなかったようだが、病院へも行かず、疲れだと思い込んでいたのだそうだ。母親が説得し、病院へ行った時にはすでに病気は進行していたのだとか。相川は、上総に騙されたまま死んだ。俺は、もう我慢の限界だった。到底上総を許すことなどできない。帰宅すると、上総の姿がなかった。寝室にこもっているようだ。上総？具合でも悪いのか？感情を押し殺し、問いかけた。うん、ちょっとね。悪いけど、夕飯作れなかった。いいよ。そう言って部屋を離れた。相川が入院してから、毎晩夕飯を一緒に食べていた。久しぶりに一人の夕飯となった。相川の告別式には、部署の代表で俺が参列することになった。一度も見舞いに行けなかったことを悔やんだが、せめて最後のお別れができることだけが救いだった。と思っていた。しかし、そこに上総の姿があったのだ。しかも、相川の母親の隣に座っているではないか。上総は俺に気づいていない。さすがにもう相川がどこの会社に勤めていたかは知っているはずだ。弔電も送られているだろう。俺は上総に気づかれないよう、後ろの方に座り、様子を見ていた。悲しむ相川の母親の横で、まるで嫁のように振る舞っている。呆れて物が言えなかった。弔問客の焼香が始まった。俺は最後尾に並んだ。深々と頭を下げ続ける親族。もちろん、その中に上総もいる。怒りに震えながらの告別式なんて、この先もないだろう。しかし、終始うつむき加減の上総は、俺に気づかなかった。まだチャンスはある。親族は弔問客を見送るはずだ。そして、その時が来た。俺は、上総の前に立った。驚く上総は何も言えず、ただただうろたえていた。上総がその場から逃げようとした瞬間、相川の母親に話しかけられた。息子の会社の方ですか？そうです。同じ部署で仲良くさせてもらっていました。まあ、そうでしたか。お礼も言えず、ありがとうございました。上総はうつむき、青ざめている。そしてここで、予期せぬ展開が待ち受けていた。この方は、いずれ息子と結婚する予定だったんです。そう言って上総を俺に紹介し始めたのだ。さすがに戸惑った。そうなんですか。それなのに、こんなことになって。そうですね。若すぎますよ。ええ。それに、何かありましたか？この方のお腹に赤ちゃんがおりまして。え？さすがに声が大きかったのか、周囲がこちらを見ている。ああ、すみません。知らなかったので。なんてことだ。もちろん、俺の子供でないことははっきりしている。夜の営みなど、一年近くないからな。忘れがたみですから、大事にしていこうと思います。そう話す相川の母親に、俺は言葉が見つからず、頭を下げて帰宅した。家に戻り、上総が帰るのを待った。あいつは何と言うだろう。まさか、
こんな形で全てがバレるとは思わなかっただろう。今日という日を乗り切れば、なんとかなるとでも思ったのだろうか。玄関のドアが開く音がした。カズサか。返事はない。静かにカズサがリビングに姿を現した。座って。促されるままカズサは椅子に腰掛けた。何か言うことは？俺は静かに言った。ごめんなさい。消え入りそうな声だ。SNS で知り合ったんだってな。なんで？相川とは仲が良かったんだよ。それで、会ってすぐ関係を持って、今までずっと独身のふりして付き合ってたんだよな。カズサは観念したのか反論してこない。まあ、できないだろうが。結婚するつもりだったらしいな。それは違うの。カズサは慌てて取り繕おうとした。私、結婚なんて、ヒロシがいるもの。でも、相川の親には会っていただろう。断りきれなくて、それで。それで、相川の親まで騙してきたってことなのか？騙すなんて、そんな。カズサは泣き出した。相川は死んだんだ。お前に騙されたままな。俺は怒りをぶちまけた。お前のしてること、まるで結婚詐欺だよな。そう言うと、カズサは顔を真っ赤にして怒り狂った。何よその言い方。騙してたわけじゃないわ。勝手に向こうが独身だと思い込んでただけよ。苦しい言い訳だ。それに、私から結婚したいなんて言ったことないわ。今度は責任逃れか。あのな、自分の言ってることが通用すると思ってるのか？俺がそう言うと、カズサは急に黙り込んだ。それに、子供だ。カズサはうろたえている。どうする気なんだ？まあ、俺には関係ないけどな。またカズサは泣き始めた。ふんざりだ。私、どうしても断れない状況で何度か会っていただけなの。本当よ？いやいや会っていたっていうことなのか？カズサは、ここぞとばかりに新たな言い訳をしてきた。そうなの。いくら断ってもしつこいし、私は別れたかったのに、実家に連れて行かれるし。へえ、あの相川がそんなことを。そうよ。ずっと逃げ出したくて、それなのに妊娠までさせられて。そりゃ災難だったな。だから、私の意思じゃないの。信じて。信じてという人間ほど信じられない。俺は、スマホの画面をカズサに向けた。じゃあ、これは何だ？カズサは画面を覗き込み、悲鳴を上げた。なんで？なんでこんな写真が？相川が撮ったやつだよな。俺に見せてくれたものだ。そこには、笑顔で頬を寄せ合う写真や、濃厚なキス写真。ベッドで寄り添う写真、数十枚はある。どう見ても嫌そうじゃないんだよな、俺から見ると。違う、違う。カズサは言葉を失っていた。俺はこんな時に不謹慎ではあるが、内心爆笑していた。とりあえず、出て行ってくれないか？え？いや、当たり前だろ。不倫の挙句。他の男の子供を妊娠しておいて、ここにいられるとでも思ってんのか？でも、私、行くところなんて。それはお前の問題。俺には関係ない。今すぐ出て行け。こうして、カズサは出て行った。実家に帰ったか、もしくは相川の実家か。翌日、急遽有給休暇をもらい、相川の実家へ行った。カズサがいるんじゃないかと思ったが、当てが外れたようだ。しかし、今日用があるのは、相川の両親だ。まあ、どうぞ。突然の訪問に驚いたようだが、俺を快く招き入れてくれた。
余計な世間話は無用だ。切り出しにくくなる。今日はどうしても話さなければいけないことがあってきました。俺は線香をあげ終わるとすぐに切り出した。不思議そうな目でこちらを見ている相川の両親、心が痛む。相川の付き合っていた人間の話なんですが。ああ、カズサさんね。どうかしたの？大きく深呼吸をした。カズサは俺の妻です。静寂が訪れた。静かすぎて耳が痛いくらいだ。線香の香りが俺たちを包んだ。それは一体どういう？カズサは独身だと偽って息子さんと交際していたようです。何ですって？まさか妊娠までしていたなんて、昨日初めて知りました。なんてことなの？息子は騙されていたってことじゃない。息子さんも、ご両親も、俺も、みんな騙されてたんです。相川の父親が、そばに置いてあった新聞を床に叩きつけた。なんてことだ！今すぐあの女を呼べ！自分は、カズサに慰謝料を請求し、離婚します。そう話すと、こっちも同じよ！償ってもらうわ！他人が怒り狂う様を見ると、こっちは案外冷静になれるものだ。俺はその足で弁護士事務所を訪れ、離婚についての相談をした。その後、俺と相川の実家から慰謝料を請求されたカズサは、実家で子供を産み、金を作るため働きに出たという。しかし、娘の不始末に激怒した父親から、出産後数ヶ月で追い出されたと風の噂で聞いた。赤ん坊がいては、働ける場所も限られてくるだろうが、もう俺の知ったことではない。もし、俺たちの間に子供がいたなら、こんなことにはならず、老いるまで一緒にいたかもしれないが。カズサにとって、話さないことと騙すことは別だったのだろう。ことが大きくなって身動きが取れなくなり、最終的に自分の居場所をすべて失った。未練など全く残っていないが、思うことがあるとすれば、バカな女に引っかかってしまったという自分への後悔だ。相川の月命日には必ず墓参りへ行く。そして毎回、伝えられなかった多くのことが頭をよぎる。相川は、どんな顔で俺を見ているのだろう。今まで俺を騙していたのか？窓から見える雨が、まるで世界が俺の心情に同調しているかのようだった。離婚して、もう何もかもが信じられなくなった。いや、信じたくなかっただけかもしれない。でも、そんな時に彼女が現れた。ユイだ。離婚したばかりで他の女性にときめくなんてどうかしている。俺は新しく入ったカフェの店員であるユイになぜか惹かれた。髪を一つにくくり、メガネ姿の地味といえば地味な女性だ。しかし彼女の顔をそばで見ると、綺麗に整った輪郭とはっきりとした目鼻立ちが美しかった。俺はヒロシ、妻美咲の不倫が原因で離婚したばかりのアラフォー会社員。10年前に美咲と結婚した時、俺たちは本当に仲のいい夫婦だった。しかし子供が早く欲しかった妻と、まだ2人の時間も欲しかった俺は、徐々に溝ができていたんだ。俺はカフェの片隅で一人コーヒーを飲みながら離婚のことを考えていた。窓の外では雨が降り続けている。雨音が心の中のざわめきをかき消してくれる。ここ数ヶ月、俺の心は静かじゃなかった。美咲との離婚が成立してから、何もかもが虚しく感じられた。ねえ、ヒロシ、子供が欲しいの？美咲のその言葉が今でも耳に残っている。あの時、俺はなんて答えたんだっけ。まだ早いって。俺たちの時間をもっと楽しもうよ。そう言ったんだ。でも、それが彼女を傷つけていたなんて気づかなかった。
それから美咲は子供がいないなら働こうと仕事を頑張り、次第にのめり込んでいった。そうしたこともあり、俺たちの会話は徐々に少なくなり、お互い家にいる時間も減っていった。そんな日々を過ごし、当たり前だが結婚から3年が経っても俺たちに子供はできなかった。そしてある日、彼女は俺にこう告げた。ごめんなさい、ヒロシ。私ね、赤ちゃんができたの。俺は一瞬目の前が真っ白になった。普通なら喜ぶべき告白だ。でも俺たち夫婦の間ではここ3年ほど夜の生活はなかった。だから子供などできるはずがないのだ。どういうこと？赤ちゃんって？俺は必死に冷静になって聞いた。ごめんなさい、あなたの子じゃないの。俺は頭をバットで叩かれたような衝撃を受けた。他に好きな人がいるの。その人の子なの。いやいや、ちょっと待って。意味がわからないよ。ごめんなさい。だから、私と離婚してください。美咲は深々と頭を下げた。そして美咲は不倫をしていることを認め、離婚を迫ってきたのだ。俺は一方的に離婚を切り出され、その言葉が俺の世界を変えた。怒り？悲しみ？いや、何よりも自分の無力さに打ちのめされた。妊娠ってことは不倫をしてたってこと？俺は必死で冷静さを保ちつつ、美咲に聞いた。ええ、あなたはもうずっと私のことを愛してはなかったでしょ。ずっと前から夫婦としてもう終わってたと思うの。それじゃあ今まで俺を騙していたのか？もうあなたのことを男性として見れなかったの。不倫をしたのは私だけど後悔してないわ。その人のことを本当に愛してるの。俺はもっと追求するべきだったのだろうか。でも今さらそんなことをしても美咲はもう相手の子を妊娠しているんだ。だから意味のないことだと思った。怒りの感情は当然あったが、それよりも諦めの気持ちが強かった。美咲も相手のことについては吉田正人という名前を教えてくれただけで、それ以上俺はどんな人なのかを知らないまま離婚に同意をした。それから離婚までは本当にあっという間だった。しかしさすがに離婚届にサインをするときは手が震えた。怒りの気持ちもあっただろう。でも俺は美咲を責めることができなかった。だって俺にも非があったから。子供を望む彼女の気持ちを真剣に受け止めなかった。それがこの状況を作ったんだと。時間が過ぎるのが嘘みたいに早く感じ、まるでそこに俺だけが取り残されたような気持ちになった。俺は全てを失ったような気持ちになり、ただ無心に仕事だけをこなす日々が続いた。離婚してからの日々はまるで長いトンネルを一人で歩いているようだった。会社から家へ、家から会社へ、その繰り返しの中で俺は自分がどれだけ孤独かを痛感していた。夕食はいつものように冷凍食品をレンジで温めるだけ。テレビの音だけがこの部屋に人の気配を感じさせる。ベッドに横たわりながら天井を見つめたりもした。美咲と見た夢、計画していた未来、それが今は遠い記憶の中だけの話。そんなある夜、ふとしたことから職場の近くのカフェに足を運んだ。こんばんは、今日もお疲れ様です。カフェの店員の声が俺を迎えてくれた。これが最近では唯一の人との会話であることに気づき、虚しくなった。しかし何度か通ううちに、そこが俺の唯一リラックスできる場所となっていった。このカフェでの読書は煩悩を振り払ってくれるひとときだった。離婚後の孤独を紛らわすために、気づけば俺は休憩中や仕事帰りにそのカフェを訪れるようになっていた。そんなある日、離婚したばかりの俺だが
新しく入ってきたカフェの店員ユイに心を奪われた。ふとユイと目が合い、彼女の穏やかな笑顔に気づき心惹かれていった。彼女はいつも笑顔で客に丁寧に接していた。元妻の美咲は太陽のような存在で、明るい笑顔と活発な性格は周りの人々に温かさを与えていた。外交的で常に前向きで、仕事にも熱心に取り組んでいた。そんな彼女に惹かれて俺たちは結婚した。一方、ユイはいつも笑顔で客に丁寧に接しているが、どこか月のような静けさを持っていた。たまたまユイの休憩中に彼女が本を読んでいる様子を見たことがあった。彼女はテラス席に座り、静かな環境を好み、一人の時間を大切にしているようだった。二人の性格は全く違うものであったが、俺はそんなユイを気づけば目で追うようになっていた。俺はカフェで自分の時間を過ごそうと本に手を伸ばした。するとドアが開き、冷たい風が入ってきた。深呼吸をしてコーヒーのカップを手に取る。これからどうすればいいんだろう。俺はまた答えを見つけられないまま、突然物思いにふけってしまった。そんな時も俺は視界の隅に入った彼女の笑顔に気づかぬうちに癒されていた。いつもありがとうございます。本日はどうなさいますか。ユイの声は俺にとって心地よかった。俺はただ彼女の声をずっと聞いていたいと思った。そうだね、今日のスペシャルコーヒーで。俺は本当は彼女と話したかったが、不愛想に答えた。そんなある日、仕事帰りに寄ったカフェは満席で、俺は席を探して立ち尽くしていた。すると偶然ユイの休憩時間中で、彼女が近づいてきて相席を申し出てくれた。もしよろしければこちらにどうぞ。私休憩時間なので一緒にどうですか。彼女の提案に俺は驚いた。でも内心では嬉しかった。ありがとう。じゃあお言葉に甘えて。俺は緊張しながら彼女の隣に座った。ユイとの会話は最初は世間話から始まった。でも次第に俺たちはお互いのことを話すようになった。話しているうちに、驚いたことに彼女も離婚したばかりで、心に傷を抱えていることが分かった。離婚って本当に辛いですよね。私もまだ慣れなくて。ユイの言葉に俺は共感した。俺たちは同じ痛みを抱えていた。うん、わかるよ。俺もまだ戸惑ってる。俺たちはお互いの目を見て、深い理解を感じた。その時、後ろから、吉田さん?ユイをそう呼ぶ声が聞こえた。吉田さんじゃない。あれから連絡つかないから心配したのよ。元気にしてる?ユイは気まずそうに俺の方を気にしながら、うん、ごめんね。元気よ。と答えた。すいません、私吉田さんの元同僚で。ユイの元同僚という女性は彼女を本当に心配していたらしく、つい声をかけてしまったらしい。本当に大変だったわね。その後ご主人とどうなったのかずっと気になってたの。吉田という名字が俺の頭の中をぐるぐると回っていた。でもよかった、今は顔色もいいみたいね。今度また電話するから。その女性はユイにそう言うと足早に去っていった。吉田ってもしかして。俺はその女性の言葉が頭から離れず、その日はもうそれしか考えられなかった。でもこれはただの偶然だろうと自分に言い聞かせ、その後もカフェではいつも通りに会話をしていた。数日後、ユイが相談したいことがあると俺に言ってきた。俺はあの日のことを思いながら、まさか吉田って、あの吉田じゃないよな。と頭によぎったが、その疑念を振り払い、素直に頼られたことに対して少し浮かれていた。相談事というので、俺はあえて近くの公園のベンチを指定し、腰をかけた。
公園のベンチに座り、ユイの仕事が終わるのを待っていた。秋の風が葉を揺らし、遠くで子供たちの笑い声が聞こえる。ユイが現れると、彼女の目には不安と決意が混じり合っていた。ユイさん、どうしたの？顔色が悪いようだけど。ヒロシさん、私、あなたに隠していることがあるの。彼女は声を震わせながら言った。私が離婚したことはもうお話をしてますが、実は私、美咲さんのことを知っているの。美咲のことを？俺は訳がわからなくなった。それと離婚の話、何か関係があるの？そして俺はユイの話を詳しく知りたいと思い、思い切って離婚の真相を聞いてみたんだ。すると突然、ユイが元妻の美咲の不倫相手である吉田正人の妻であったと告げ、土下座して謝ってきたのだ。私、美咲さんの不倫相手の妻だったの。そして涙を流しながらこう続けたんだ。ごめんなさい。正人が美咲さんと関係を持つことになってしまって、あなたがいることも知っていたのに、本当にごめんなさい。ユイは、俺が美咲の元旦那であることを知っていたのだ。その瞬間、俺の心は凍りついた。やっぱり、あの時の疑念は正しかったんだ。ごめんなさい。今まで黙っていて、言わなきゃって思っていたのに言えなくて。ユイは下を向いて肩を震わせていた。俺に近づいたのはなんで？どんな奴が自分の旦那を略奪した女の夫か見たかったの？自分が本当にバカみたいで、そんな自分を正当化するために嫌味が口から止めどなく出ていた。黙って俺の話を聞いていた彼女は冷静に言った。最初は恨む気持ちがあったのも確かです。でも、ヒロシさんと話すようになってから毎回気持ちが安らいでいたの。本当のことは隠して、このまま一緒に過ごしたいと思っちゃうくらい。そんなこと信じろって言うの？なんで？俺は騙されていたと思い、憤りを感じたが、ぐっとこらえた。美咲さんのご主人がヒロシさんだってことは知っていました。あなたがちゃんと奥さんを捕まえてくれればって、正直最初は思う気持ちもありました。でも、とても温かい人だって分かって、あなたともっと一緒にいたくて。ユイの真剣な眼差しから、これは嘘ではないと信じたい気持ちが芽生えた。ヒロシさんの人柄に触れて、どんどん惹かれるようになって、本当のことを言ったら会えなくなると思って言えなかったの。思いを寄せていた彼女にそんなことを言われて、嬉しいやら悲しいやら、俺の気持ちは複雑だった。ヒロシさん、美咲さんのことを恨んだりしてないでしょ？それはまあ、俺も足りないところがあったと思うから。その言葉を聞いて、ユイはふと笑顔になって。そんなあなただから、言えなかったの。と。でも、俺の中では複雑な感情がまだ渦巻いていた。しかし、目の前のユイの苦悩を見て、彼女を責めることができなかった。ただ一言ぽつりと、どうすりゃいいんだよ。そうつぶやくのが精一杯だった。しかし、その言葉は彼女には届いておらず、ユイはただただ泣き崩れていた。そして俺は、そんな彼女を見て、自分でも驚く行動に出てしまった。土下座をしているユイを抱き起こして、彼女を食事に誘ったのだ。ユイが落ち着いてから、俺たちはレストランに向かい、席に着いた後、ユイに疑問をぶつけてみた。君が今そのことを話すっていうことは、何かを乗り越えたいってことだろう？ユイは一言一言、言葉を選ぶように話し始めた。はい。こんな過去を背負っている私でも、ヒロシさんと話していると、新しい未来が見える気がしたんです。そのユイの言葉に、俺は心を動かされた。そして、その彼女の誠実さと強さに、新たな感情が芽生え始めていた。ユイさん、過去は変えられないけど、
未来は一緒に作っていける。俺は頭で考えるよりも早く口からこんな言葉が出ていた。本当にそう思ってくれるんですか？うん。これからはお互いを支え合っていこう。そして俺たちはお互いの手を握りながら新しい関係の始まりを感じ、同時に俺は彼女を支える決意をしたんだ。それから俺たちはどちらからともなく飲みや食事に誘う仲になっていった。週末もお互い時間があることが分かっているので気兼ねなく誘える。二人でいる時間は次第に増えていった。はじめはお互いの境遇が同じで、独り身の寂しさをそれぞれが埋めるような感覚だったんだろう。だが俺はユイをもっと知りたくなっていった。俺のユイに対する気持ちは膨らむ一方だったが、お互い一歩前進をするにはためらいがあったみたいだ。そんなある時、食事中にユイが、ヒロシさんはどうして美咲さんのことを引き止めなかったんですか？と聞いてきた。俺はその瞬間、あの日の悲しい思い出に記憶が引き戻された。妻を寝取られて子供までできていたなんて、そんなかっこ悪い話をしてもいいのだろうか。もしかしてヒロシさんも不倫してたとか？ユイが俺のためらう姿を察知して冗談っぽくそう言ってくれた。まさか、俺はそんな器用な人間じゃないよ。そうですよね。うん、ヒロシさんはそんな人じゃないわ。この時、俺は自分も正直に話し、ユイの口から真実を聞く覚悟を決めた。本当は聞きたくない話だが、お互いに一歩進むには聞かなければいけないとも思ったからだ。しばらくすると、俺の気持ちを察したのか、ユイから唇を切ってくれた。ヒロシさん、単刀直入に聞きますが、美咲さんに相手のことを問い詰めなかったんですか？自分にも至らなかったところがあったのは自覚してたからね。俺は言い訳をするようにそうつぶやいた。だから、不倫されて離婚することになったっていうのに、慰謝料も結局請求し損ねたよ。自虐的にこう言うだけで精一杯だった。私もヒロシさんと同じように、お金で解決できることじゃないと思って。でもユイさんは請求するべきでしょう。じゃあヒロシさんだって一緒でしょ。俺たちはお互いに同じことを助言し合った。そうだね、俺たちは慰謝料を請求する権利はあるよね。じゃあお互い頑張ってみようか。ヒロシさんがいてくれるなら頑張れる気がする。俺はユイとの関係を進めるためにも、美咲とのことをきっちり清算しようと思った。ユイもおそらく同じ気持ちになったのだと思う。けじめをつけることができたら、ユイに真剣に向き合えるような気がした。それから俺たちは互いに元配偶者への慰謝料請求をすることにした。俺の方は美咲が驚きつつも承諾してくれて、思いのほかすんなりと進んだ。しかし問題はユイの方だった。吉田正人は請求を拒み、裁判は難航したのだった。日に日に疲れが出ているユイに、スムーズに進んだ俺が気軽に励ましの言葉をかけるのはなんだか気が引けた。次第に彼女とは距離ができてしまい、その間俺は会社から3ヶ月の出張を言い渡されてしまった。俺は出張の準備で忙しく、ユイの手助けをすることもできず、その日を迎えてしまった。そして俺たちはあっけなく離れ離れの日々になってしまった。気の利いたことも言えず、本当に自分が情けなかった。それから連絡もできず、来ることもなかった。やっと3ヶ月の出張も終わり、駅に着くと突然後ろから声をかけられた。あなた、吉田さんと一緒にいた人ですよね。二人で話していた時に話しかけてきた、ユイの元同僚の女性だ。こんなところで何やってるんですか？なぜかその女性はイライラしていた。こういう時こそ彼女のことを支えるべきでしょ？え？それってどういうことですか？突然そんなことを言われて、俺は驚いて聞き返した。もしかして
吉田さんが元旦那からつきまとわれているの知らないの？え？俺の知らない間に思っても見ない事態になっていた。元旦那は一体何を考えているんだ？ユイさんにつきまとうって？っていうか、吉田と美咲はどうなってるんだ？そう考えながら、俺は今すぐ彼女に会って確かめたくなった。吉田さんはあなたに迷惑かけたくないと思ってるんでしょうけど、彼女のことを守れるのはあなたぐらいなんじゃないですか？あの人、吉田さんの家で待ち伏せたり、郵便受けに不快な手紙を入れたりしてるみたいなの。この前はカフェにも現れたみたい。俺は彼女から状況を聞くと、お礼を言って、ユイの元に走り出した。マンションまで着くと、ユイに電話をかけてみた。しかし、かけてもかけても、ユイは出てくれない。俺はいても立ってもいられず、玄関まで来てしまった。すると、そこでユイと元旦那が言い争っている最中だった。だからなんでダメなんだよ！私たちもう離婚したでしょ？だから、それをやり直そうって言ってるんじゃないか。何言ってるの？あなたには新しい人と子供までいるじゃない。あいつのことはもういいんだよ。最低なやつすぎて、俺は言葉もなかった。吉田が無理やりドアを開けて、ユイの部屋に入ろうとしていた。ユイが必死でドアを閉めようとしているところに、俺は無理やり割って入った。ヒロシさん？あんた誰だよ？ヒロシさん、どうしてここに？お前、もしかして美咲の元旦那か？ヒロシさん、ごめんなさい。今日は帰ってください。これ以上こんな姿は見せたくないと言わんばかりに、ユイは言った。おい、あんた。あんたの元嫁、もう返すわ。うんざりだよ。俺はユイとよりを戻すから。はあ？一体何を言っているんだよ。俺は怒りをあらわにしながら怒鳴った。そして無意識に拳を振り上げていた。やめて！彼女の涙混じりの声でハッとして、振りかざした拳を下ろした。吉田は本気で殴りかかろうとしたのが効いたのか、そそくさと帰っていった。俺は深呼吸してからユイに言った。急に来てごめん。あと、あれから連絡もせずに君を守れなくて。とりあえず中に入って、ヒロシさん。ユイは少し落ち着きを取り戻し、俺の腕を掴んで玄関の中に通してくれた。来てくれてありがとうございます。ソファーに座って静かに頭を下げながら、目にいっぱい涙をためてユイは言った。本当はヒロシさんにずっと会いたかった。でも迷惑をかけたくなくて。今日来てくれた時、夢かと思ったわ。俺もずっと会いたかったよ。なのに、自分に自信がなくて会いに来れなかった。本当にごめん。俺は彼女を引き寄せて抱きしめた。俺はどんなことになっても、ユイさんが好きだよ。だから、何でも話してほしい。うん。私もヒロシさんに、ありのままの私を見せたい。これからもあなたのそばにずっといたい。俺たちは、この時やっと、お互いの気持ちをしっかりと確認できたんだ。しかし、吉田の迷惑行為はこの後も日に日にエスカレートしていった。ある日、なんと吉田は俺の職場にまで現れ、公然と侮辱し始めたんだ。そして、当然のように吉田から受けた迷惑行為は、俺たちの日常生活に深刻な影響を与えていた。吉田はユイの生活に干渉し続け、そのストーカー行為でユイは常に不安を感じ、一人で外出することさえ恐れるようになっていた。ユイさん、またあいつが来たんだって？俺はユイに尋ねた。うん、そうなの。友達には事情を説明したけど、あの人が来るたびにみんなに迷惑をかけちゃって。ユイの声には疲れと苛立ちが滲んでいた。本当に危険だよ。警察には連絡したの？警察には相談したけど、あの人が直接的な危害を加えたわけじゃないから、手が出せないって言われたの。そんな。じゃあ、俺が弁護士に相談して、
どうしたらいいか聞いてみるよ。この出来事がきっかけで、俺は今度こそしっかりとユイを守るという決意を固め、法的措置を取ることを決めたんだ。そして俺は弁護士に相談し、ユイの元夫に対する接近禁止命令を申し立てた。俺たちは吉田を訴え、長い裁判の末、ユイは勝訴し、元夫からの嫌がらせからついに解放されたんだ。さらに、慰謝料も受け取れることになった。この試練を乗り越えたことで、俺たちの絆はさらに深まり、お互いに支え合う関係を確固たるものにした。穏やかな日々を取り戻し、俺はこの関係をさらに一歩前進させたいと考えた。美咲と離婚してから2年、その間に吉田との裁判も終わり、俺はユイにプロポーズし、新たな家庭を築くことを望んだ。でも人生ってそんなに思い通りにはいかないもんだ。仕事帰りに地元のスーパーマーケットで買い物をしていた時、偶然にも元妻の美咲と再会した。レジで支払いを済ませ店を出ようとしたその時、目の前を歩いていた女性が商品を落とした。俺は何気なく落とし物を拾い上げて手渡そうとした。するとその女性が美咲だと気づいたのだ。あ、美咲？俺は驚きを隠せなかった。どこか疲れてやつれた顔をしていたが、美咲もまた俺の突然の再会に少し戸惑いながらも嬉しそうに微笑んだ。美咲は変わらず美しく、時間が経ってもその魅力は色褪せていなかった。正直俺は美咲との過去の思い出に心が揺れ動くのを感じた。しかし、ユイへの愛情が自分の気持ちをしっかりと持ち直してくれた。美咲、久しぶりだね。元気にしてた？俺は穏やかに話しかけた。ええ、ありがとう。ヒロシも変わらないわね。美咲は微笑みながら答えた。俺たちは2年ぶりに顔を合わせ、少しの間言葉を交わした。元気にしてる？うん。今仕事が終わって買い物したから、これから子供を迎えに行くところ。美咲は子供を保育園に預けて働いているようだ。私ね、あれからあの人と別れて、今は一人で子供を育てているの。あなたに報告することでもないけど。そうなのか。あのことを思い返せば、いろいろな感情が蘇ってきた。しかし、俺はユイとのこれからを思い、美咲との会話をそこで終えることにした。美咲、またどこかで会ったら、その時はまた話そう。でも今、俺には大切な人がいるんだ。美咲は少し寂しそうな表情を見せたが、俺の決意を尊重するようにうなずいてくれた。今思えば、あなたとの結婚生活は幸せだったんだって思うわ。すれ違ってしまったけれどね。でも大丈夫。今はあの子もいるし、私はなんとか幸せにやっているわ。あなたも幸せになってね。そう言った美咲の顔はすっきりしたような顔だった。俺は過去を清算し、ユイとの未来に希望を託し、その後ユイにプロポーズした。これからは二人で幸せになりたい。俺と結婚してください。こんな私でよければ、よろしくお願いします。こうして俺は幸せな家庭を築いていくことを誓い、俺たちは新しい人生を歩み始めた。美咲との再会は、こんな不甲斐ない俺にとって過去を振り返り、現在を大切にするきっかけとなった。そして結婚して半年、ユイは俺たちの子を妊娠した。ユイが妊娠したことを知った日、俺はこれまでの苦難が全て報われたと感じた。それに、俺は自分にこんな不正があったのかと思うくらい、生まれる前から自分の子に会えるのが嬉しくなった。そして、その幸せな瞬間から数ヶ月が経ち、俺たちの元に新しい命が誕生した。小さな手足、無垢な瞳、そして温かな息遣い。この子は俺たちの愛の結晶であり、未来への希望の象徴だった。ユイ、ありがとう。君と出会えて本当によかった。ユイは涙を浮かべながら、微笑んで答えた。私もよ。これからもずっと一緒にいようね。
俺たちは手を取り合い、新しい家族としての第一歩を踏み出した。美咲との再会があったからこそ、俺は自分の心に正直になり、ユイとの絆をより一層強くすることができた。過去の出来事は、俺たちを今日のこの幸せへと導いてくれたのだ。これからも、俺たちは困難に立ち向かい、喜びを分かち合い、愛を育んでいく。そう誓い、俺たちは新しい日々を迎える。三人で築く家庭が、愛に満ちた温かな場所となることを願って。金を貸してほしい。そんな大金、どうする気だ？ユーナとしおりが一緒に暮らしてる、あの男の会社の株を買うんだ。二人は驚いた様子だったが、俺のすることにピンときたようだった。俺を欺いた償いをさせてやる。因果応報、悪い行いは必ず跳ね返ってくる。そうでなければやってられない。俺は愛する妻に牙を剥いた。楽しかった日々を思い出したくない過去にした妻に。俺はいわゆる投資家をしている。きっかけとなったのは大学生の頃の出来事だ。同じゼミの仲間が FX に夢中になっていた。それまでお金を増やすというのは、会社で働き給料をもらい、コツコツと貯めていくという考えしかなかった俺にとって、まさに目から鱗だった。儲けもあるけど損もする。でも、パチンコや競馬より健全だろ？と、持ち前の持論を展開する友人。見よう見真似で始めたら、案外才能があったようだ。学生ということもあり、多くの金はつぎ込まないが、手法を学びつつ、着実に貯金は増えていった。だからといって、就活せずに済むほど儲けているわけではなかったので、周囲と同じようにいろいろな会社へ面接に行き、無事内定をもらった。俺は働くことが嫌いではない。初めて会う人は、何らかの刺激をくれるし、知らない情報を得るために社会へ出ることは有益だ。取引先のユーナは、とても気が利く女性だった。言葉遣いも丁寧で、付け焼き刃ではない上品さがあった。佐藤さん、素敵な時計をしてますね。今日のネクタイもとてもお似合いです。髪切ったんですね。こっちの方が似合ってますね。といった具合に、会うたびに必ずどこかを褒めてくれる女性。俺は猛アタックの末、妻にすることができた。俺とユーナはとても仲のいい夫婦だったと思う。争い事が嫌いな俺は、ユーナの機嫌を損ねないよう細心の注意を払っていたし、ユーナもまた突っかかるような物言いなどしない性格だった。ユーナは妊娠を機に仕事を辞めた。俺の給料だけでも十分な暮らしができたし、何より妊婦のユーナの体が心配だった。ちょっとくらい動いた方がいいと言うが、もしものことがあったらと心配で甘やかしすぎたかもしれない。おかげで妊婦検診で体重が増えすぎだと注意されたようで、俺に文句を言っていたくらいだ。資産運用は俺の通帳を使い、ユーナに渡してある生活費の通帳とは別にしていた。だから、ユーナは俺が内緒で投資を始めたことも知らなかった。生活に支障が出ないように講じた策だったが、結果的にこれが功を奏したのだ。娘のしおりが生まれてからは、賑やかで幸せな毎日だった。一週おきにユーナに休日として、一人の時間を与えた。これも家庭円満のため。それに、子供が好きな俺にとって、我が子はみんなに見せびらかしたいほど可愛かったので、しおりの世話をするのが楽しかった。しおりの一歳の誕生日には、まだ食べることができないというのに特大のケーキを用意した。いつも行くケーキ屋の特注品だ。しおりの誕生日は、俺とユーナが親になった記念日でもある。しおりを挟んで家族写真を撮った。これが、最後の家族写真になってしまった。翌日、ユーナは仲良しの友人たちと2泊3日の旅行に出かけた。結婚以来、友人と旅行に行くのは初めてで、俺もそれに合わせて実家に帰ることにした。
両親もしおりに会うのをとても楽しみにしてくれていた。実家で羽を伸ばし、ゆうなの帰宅時間に合わせて俺としおりは実家を後にした。夕飯は作っておいた方がいいだろう。きっとゆうなは旅行で疲れている。俺は得意のオムライスを作り、ゆうなの帰宅を待った。しかし、何時になっても帰ってこない。帰りにどこかでお茶してるのかもしれない。しかし、それでも遅すぎだ。夜11時になり、日付が変わっても帰ってこない。夕方5時には帰宅することになっていたのに、眠れない夜を過ごした。翌日、一緒に旅行に行ったメンバーの一人に電話をした。あ、かずみさん?ゆうなの夫のひろしです。あら、久しぶりね。どうしたの?かずみさんは帰ってるんですね。ゆうなはどうしたんでしょうか?帰ってるって、何のこと?やだな、旅行ですよ。旅行?誰が?旅行に行くって、ゆうなが。かずみさんは黙り込んでしまった。間違いなく、良くない流れだ。かずみさんは意を決したように言った。いつものメンバーが、わからないわ。ゆうなとはもう1年以上会ってないから。今度は俺が黙る番だった。じゃあ今まで友達と一生の友達って誰だ?そして今一緒にいるのは誰だ?ゆうなはそれきり帰ってこなかった。生活費の通帳は家に置いたままだ。キャリーケースに入っていたのは家出のために必要なものだったのか。笑顔で送り出した俺は、とんだピエロじゃないか。いつものように手を振って出かけたユーナの笑顔を思い出す。おかしなところはなかった。そんなにあっさり家族を捨てられるものなのか。ユーナが消えてからの一週間は一年にも感じた。一年は十年にも感じた。それでも、俺はしおりを育てていかなければならない。子供を捨てる母親の気持ちはわからない。でも、きっと男がいたということなのだろう。しおりには、片親だからと言われないよう、食事も生活面も見た目にも気を配った。子供の洋服選びはよくわからないから、その都度店員にアドバイスをもらい、流行りにも乗り遅れないようにした。ゆうなが行方をくらましてから5年後、消息不明ということで離婚を成立させた。しおりが小学校に上がる頃には投資もかなり順調で貯金額は以前と比べ物にならなくなっていた。俺は会社を辞め投資家として動き出した。投資仲間と情報を共有し常に社会情勢にアンテナを張っていた。しおりは友達と出かけることも多くなり休日は一人で過ごす時間も増えた。しおりは可愛いが、たまに息抜きがしたくなる。世の母親と同じだ。しおりは友達も多く、とても明るく元気な子に成長していった。俺は学校の PTA 活動にも積極的に参加した。世の母親なら気づけることを、父親目線では気づかないことも多いだろう。母親が何を感じているのかを知るのが目的だった。熱心な父親がそう多くはないせいか、PTA の母親たちにはとても親切にしてもらったと思う。数えきれないくらいアドバイスももらえ、おかげで子育ては順調だった。本当に感謝している。そして、しおりが小学5年の夏休み。その日しおりはクラスメイトと買い物をするんだと言っていた。最近クラスで流行っている小物を買いに行くのだという。聞いてもさっぱりわからない俺は、しおりに小遣いを渡し、暗くならないうちに帰るよう伝えた。俺は駅前までしおりを送り、その日は投資仲間とランチをすることになっていた。大通り沿いの喫茶店でランチを取りながら、情報交換に花を咲かせていた。こういう時間が大事なのだ。ふと賑わう人混みに目をやると、しおりの姿が見えた。ほら、
あそこを歩いてる黄色の T シャツを着てるのがうちの娘。なんだ、かわいいじゃないか。自慢の娘だけあるな。ああ。どうした？しおりの隣には、ゆうながいた。俺の顔が引きつるのを見て、投資仲間の加藤が再びしおりに目を向ける。娘さん、しおりちゃんだっけ？一緒にいるの、誰？失踪した妻だ。俺は、感情のない声で答えた。加藤、そしてもう一人の投資仲間である市川は、顔を見合わせた。彼らには、大雑把にではあるが、これまでのことを話している。しかし、ユーナの他にもう一人いたのだ。知らない男が。ここ、出るか？加藤はそう言ったが、俺は動けずにいた。加藤は三人をスマホで写真に収めていた。俺はめまいがした。どうしてユーナがしおりと歩いているんだ。しかも知らない男も一緒に。他人から見たら、どう見ても仲のいい家族だ。しおりの家族は俺だけだったはずなのに。帰宅したしおりに問いただすと、これまでもたびたびユーナと会っていたらしい。もちろん、あの男も一緒だ。黙ってて、ごめんなさい。うなだれながら謝るしおりだったが、俺はもう理性を失っていた。パパに黙ってママに会ってたのか？うん。どうして言わなかったんだ？言いたくなかった。怒ると思ったのか？怒るし、悲しむし。でも、ママに会いたかったから。しおりを置いて黙って出て行ったママに会いたかったのか？パパを悲しませるかもって思ったけど、会いたかったから。それに、なんだ？新しいパパ、優しいし。新しいパパ？確かにしおりはそう言った。しおりは、あの男をパパと呼んでいるということなのか。俺の知らない間に、もう一つの家族が出来上がっていたということなのか。もう、自分をコントロールするのは無理だった。ママと暮らしなさい。俺は、しおりに背を向けてそう言った。パパ。パパは、ママと一緒にいる人なんだろ？いいから、行きなさい。俺は最後まで振り返らなかった。しおりはどんな顔で俺の言葉を聞いていたのだろう。今となっては知る由もないが、俺の絶望感だけは伝わったことだろう。しおりはどこかへ電話していた。荷物とランドセルいっぱいに教科書などを入れ、出て行った。きっと、どこかでユーナと落ち合うのだろう。そして、迎えに来ているのは、あの男だ。しおりが新しいパパと呼ぶ男。俺は悲しいとも悔しいとも憎しみともつかない感情を持て余した。ふざけるな。俺を馬鹿にするのもいい加減にしろ。子供にとって、母親の存在がどれだけ大きいか分かっている。それを承知で俺としおりを捨てたユーナが、密かにしおりと連絡を取り合い、自分に引き寄せ、あの男と家族のような居場所を作っていたことが許せなかった。どこのドイツなんだとは思ったが、調べることはためらった。その男のことを考えるのも嫌だったし、ユーナやしおりがその男と共に楽しい時間を過ごしていることを想像するのも嫌だった。消えてしまいたい。俺は本気でそう思った。俺の意気消沈ぶりは相当なものだったようで、ある日投資仲間の加藤から連絡が来た。加藤は、しおりとユーナ、そしてあの男が一緒にいるのを見ていた。そして写真に収めていた。出過ぎたことかもしれないけど、ちょっと調べてみたんだ。そう言って、更新所からの報告書を俺の前に差し出した。こんなこと頼んでないぞ。それに、頼んでもいないものに金を払うつもりもない。そう言うと加藤は、俺のいとこが更新所やってるんだ。設立の時、投資してやったからな。
これはその時の礼としてタダで引き受けてくれたんだよ。そう言って報告書をさらに俺の方に向けた。俺は渋々ながら報告書を開いた。谷口雄一、48歳、会社経営、既婚、妻の名は優奈。そして三人の写真が数枚。これまでも定期的に会っては家族として過ごしていたらしい。写真を破り捨てようとした瞬間、おいおい、大事な証拠写真なんだから、気持ちはわかるけどさ。そう言って俺の手から写真を取り上げた。これからどうするか考えてるのか？どうするも何も、しおりはユーナのところに行かせたしな。このまま黙っているつもりなのか？そういうわけじゃない。この怒りを持て余してるだけだ。そう。別に俺は諦めておしまいにするつもりはなかった。このまま俺だけが辛い思いをして生きていくなんてまっぴらだ。あいつらに相応の償いをしてもらわなければ気が済まない。俺は一週間かけて何度も何度も報告書を読み返した。そして決定的となるであろう復讐を思いついたのだ。俺は翌日、投資仲間の加藤と市川に連絡し、よく三人で会う喫茶店で落ち合った。加藤にはこれまでの経緯を市川にも話しておくよう頼んでおいた。だからなのだろう、市川の表情は冴えないものだった。俺にどう接すればいいのかわからないのだろう。市川、そんな顔しなくて大丈夫だよ。だってさ、加藤から大体のことは聞いたけど、あまりにもひどい話じゃないか。まあな、俺も自分がこんな目に遭うとは思ってなかったよ。当たり前だろ。お前らも気をつけた方がいいぞ。女の考えることはわからん。二人は顔を見合わせていた。そこでだ、二人に相談があるんだ。そう切り出すと、二人は前のめりになり、俺を見た。金を貸してほしい。二人は意外なお願いに目を丸くしている。投資家である俺はそこそこの金を持っている。加藤と市川は俺より儲けているから、いくら資産があるのか見当がつかない。そんな大金、どうする気だ？加藤が静かに聞いてきた。市川は黙って話を聞いている。株を買うんだよ。なんだ？いい銘柄でも見つけたのか？いや、買うのは、あの男の会社の株だ。あの男？ユーナとしおりが一緒に暮らしてる、あの男の会社の株を買うんだ。二人は驚いた様子だったが、俺のすることにピンときたようだった。運用資金を貸してほしい。儲けは二人で折半してくれ。俺はいらない。そう言うと、市川はため息をついた。そこまでする覚悟なのか？ああ。まあ、儲けが入るなら俺はオーケーだよ。市川は加藤に目を向けた。俺も同じだな。じゃあ、儲けさせてもらうとするか。加藤も賛同してくれた。これで復讐の準備は整った。俺は一度だけ谷口の家を見に行ったことがある。どんなところに優奈としおりは暮らしているんだろう。そんな好奇心からだ。谷口は会社経営をしているだけあって、大層立派な家だった。一等地に豪邸を建てられるだけの収入があるということだ。谷口には子供がいなかったが、もしかしたら、この先優奈との子供を設けるのかもしれない。今では正式な夫婦になっているし、いずれしおりに弟か妹が生まれ、絵に描いたような幸せが待っているのだろう。しかし、そんな日は訪れない。俺の手で握りつぶしてやる。ある日、買い物途中でしおりの学校の PTA 役員から声をかけられた。あら、斉藤さん、お久しぶりですね。ああ、これはこれは、ご無沙汰しております。俺は頭を下げた。しおりちゃん、転校したらしいですね。ええ。
別れた妻と暮らしています。あら、そうだったんですか？あんなに可愛がってらしたのに、残念ですね。いえ、やはり子供は母親と暮らしたいようですから。そう言った俺に、ちょっと悲しげな表情を浮かべ。でも、しおりちゃん、パパのことが大好きだって言ってましたよ。そう言われた。大好きなら、なぜ嘘をついてまでユーナに会っていたのか。いや、それはなんとなく理解できる。子供ながら言い出せず気を使っていたのだろう。俺が今でも許せないのは、谷口をすでにパパと呼んでいたことだ。もう一つの家族を作っていたことなのだ。それで、しおりちゃんは元気にしてます？どうなのかな。会ってないんですよ。そうでしたか。これ以上話しても気分を悪くさせると思ったのか、ペコリとお辞儀をし立ち去っていった。しおりは元気に過ごしているだろう。もし、しおりがやはり俺と暮らしたいと言って戻ってきたなら、俺は何も言わず受け入れるだろう。憎いのはしおりではない。まだまだ子供のしおりに重い責任を背負わせてはいけないのだ。俺は少しずつ谷口の会社の株を買い占め始めた。谷口はいろいろな事業に手を出し、いくつかの飲食店も経営しているらしい。その資金は大元の会社の株式の儲けをあてがっていることは調査済みだ。ユーナはその中の一つの店を任されているという。偵察のため加藤を誘い、偶然を装ってユーナが任されているという立ち飲みバーへ行った。カウンター越しに俺を見て硬直するユーナ。俺も偶然を装っているから驚いたふりをしてやった。ヒロシ。小さな声でユーナが俺の名を呼んだ。驚いたな。ここで働いていたのか。元気そうだな。ええ。言いたいことはないのか。俺はユーナに感情のない視線を送った。しおりを育ててくれてありがとう。しおりは俺の子供だからな。捨てるなんてできない。誰かさんと違ってな。ユーナは何か言いかけたが口をつぐんだ。捨てたくて捨てたわけじゃないとでも言いたかったのだろう。しかし、子供を捨て他の男を選んだことに違いはない。しおりは元気にしているのか。話題が変わったことで再びユーナは口を開いた。元気にしてるわ。新しい学校にも馴染んだみたい。それはよかった。店を訪れたものの、今更ユーナと会っても話すことなどない。俺が知りたかったのは谷口の事業がどの程度なのかということだ。ユーナが任されている立ち飲みバーは若者が好きそうなおしゃれな雰囲気が漂っていた。年齢層は幅広く料金も手頃、そこそこ儲かっているのではないだろうか。そこで加藤が口を開いた。斉藤さんの友人の加藤と言います。はじめまして。別れた奥さんなんですよね。そうですね。もったいないなぁ。斉藤さんみたいないい人と別れるなんて。加藤はとにかく何か一言でもいいから、ユーナに言ってやらなければ気が済まなかったんだと、後で言っていた。斉藤さんのところで専業主婦しているのが嫌だったんですか？そういうわけじゃないんです。でも、今はとても充実しているんです。この店があるからですか？ええ。この店を任されて、家庭以外にも生きがいを見つけられたんです。生きがいですか。そういうのも大事ですよね。生きがいだと？つまり、子供を夫婦で育てるということには生きがいを感じていなかったのか？谷口と知り合い、不倫の結果家出して、最後にはこの店を任され、その人生を誇りに思っているのか？俺は、ユーナにとってどんな存在だったのだろう。生きがいを与えてやれない夫だったということか。しかし、生きがいは他人に与えてもらうものではないはずだ。自分で見つけるものだろう。
料金はいらないというユーナの言葉を遮って、きっちり料金を支払い店を出た。俺はその後も谷口の会社の株を集めまくった。自分の資産、加藤と市川に借りた金で、とことん集めまくったのだ。谷口の会社の株は右肩上がり。谷口はそれを元手に事業を展開していった。こうなるのも予測済み。しかし、もう少しだ。もう少し待とう。半年ほど経った頃だろうか、地元のローカル番組に谷口が出演していた。事業が紹介され、各店舗が映し出された。ユーナの任されている店も。インタビューしていた女性に、今一番楽しい時間は何かと問われると、仕事をしている時、と言いたいですが、家族と一緒にいる時間がやはり一番ですね。と答えていた。俺が谷口に奪われたものだ。この男だけは絶対に許さない。俺はそう思った。テレビ出演のおかげで再び知名度を上昇させた谷口。それに比例して株価も上昇。時は満ちたようだ。俺はユーナの誕生日を X デーに決めた。一つでも多くの幸せを奪いたかったのだ。付き合っていた頃から記念日を大事にしていたユーナ。イベントだけでなく、付き合い出した日も告白した日も記念日になっていた。年々増える記念日を覚えきれない俺にユーナはよく文句を言っていた。しかし誕生日はさすがの俺も忘れない。そして迎えたユーナの誕生日。昼食を終えた俺は持っていた谷口の会社の株を一気に売りさばいた。これが何を意味するか。谷口の会社の株は瞬く間に暴落し、手掛けている事業資金が回らなくなるだろう。暴落に焦る他の株主も、これ以上の損を避けるため株は手放す。もう谷口はおしまいだ。夜になり、俺はかつて行きつけだったレストランへ行った。案の定、そこにはドレスアップしたユーナと、そしてしおりの姿。このレストランはユーナのお気に入りで、毎年祝い事には使っていた店だ。窓側の席に案内されたが、断って別の席にしてもらった。ユーナたちがかすかに見えるくらいの席だ。俺の前に次々と運ばれてくる料理、そしてシャンパン。今日は祝いのディナーなのだ。ユーナとしおりは時折何か話しながら谷口の到着を待っている。しかし来るわけがない。株の大暴落で大損しているから、ユーナの誕生日などすでに頭にないだろう。ユーナが生きがいとまで話していた店にも、もう二度と立つことはないだろう。俺は食事を終えると、ユーナとしおりのテーブルへ向かった。俺を見て驚く二人。二人の前に、まだ食事は運ばれてきていない。もちろん、谷口の姿もないままだ。俺はしおりに、しおり、元気にしてたか?とだけ言った。ユーナにかける言葉などない。小さくうなずくしおり。自分のしたことが痛いほどわかっているのだろう。しおり、何か困ったことや嫌なことがあったら、いつでもパパのところへ帰っておいで。そう伝えて店を出た。3日後、早速加藤と市川に連絡を取り、いつもの喫茶店で落ち合った。やあ、軽く手を挙げ二人を迎えた。元気そうじゃないか。もはや別人だな。まあな、さっき約束は果たしたから確認してくれないか。そう言うと、二人はスマホで口座を確認していた。おいおい、すごいなこれ。本当にいいのか?ああ、今回ばかりは儲けはいらないんだ。金を貸してくれたこと感謝する。そう言って深く頭を下げた。貸してくれた金と儲けは二人で折半。これで気が済んだよ。晴れ晴れとした気分だった。谷口の手掛けていた店は軒並み閉店に追い込まれ、事業資金の借り入れに奔走しているらしい。しかし、それもうまくいくはずがない。なぜなら、
市川が SNS で谷口の悪行を暴いたからだ。かつて谷口はかなり悪どい手を使って数々の会社を買収してきたらしい。その実態を事細かに SNS で暴き、勝手に拡散されていったのだ。泣き寝入りするしかなかった被害者たちも後押しし、今では爽やかな事業家のイメージは崩れてしまった。まさか、こんな情報まで持っていたとはな。俺が市川にそう言うと、加藤は更新所使ってくれたし、俺も何かできないかなと思ってさ。俺、昔からパソコンオタクだったし、こういうのは得意分野なんだよな。そう言って頭をかいていた。何か連絡はあるのか？二人はそう聞いてきた。いや、何も。それどころじゃないんじゃないか？俺は今頃家から一歩も出られない優奈としおりの姿を思い描いた。優奈はどんな目に遭おうが知ったことではない。問題はしおりだ。しおりだけは救ってやりたい。しかし、それも案外あっさりと解決できた。しおりから連絡が来たのだ。パパ。そう言ったきり、聞こえるのは泣き声だけだった。学校にも行けず、家からも出られないという。帰ってきなさい。俺はとっさにそう言った。加藤が迎えの役を買って出てくれて、ようやくしおりは帰ってきた。しおりの話によると、先日、優奈の妊娠が発覚したらしい。すると、谷口の態度が急変したというのだ。つまり、お腹の子は自分の子だが、しおりは違う、ということらしい。裏で悪どいことをしているような男だ。それくらいの想像はつく。何度も謝るしおりの頭を撫で、愛する我が娘を取り返した喜びを感じていた。その後、俺としおりは南の島に引っ越した。海が綺麗で人が優しい。加藤と市川は別荘ができた気分だと言っていた。俺の仕事は住む場所を選ばないのが幸いした。しおりはすぐに島の子供たちと打ち解け、毎日日が暮れるまで遊び回っている。いずれしおりも島を出ていく日がやってくる。その時は笑顔で送ってやれそうだ。優奈と谷口がその後どうなったのかはよく知らない。加藤の話では、優奈が生きがいとまで言っていた例の店はとっくに潰れているという。谷口の会社もそろそろ破産手続きに入るのではないかと言っていた。谷口のどこに惹かれたのか、優奈に尋ねたことはないが、資産もその一つであったことは間違いないだろう。生きがいを自分の手で見つけられていたら、こんなことにはならなかったのかもしれない。俺は、海に沈む夕日を見ながら、しおりの幸せだけを祈った。